アモチャンネル。今日左サイドからモンジョロのアモーレ橋本でございます。アモーレということで、今日はですね、見てください、第2節アモーレハイボールでございますね。キャプテンのストライカーカレー YouTube で動画上げましたけども、今日はそれのリニューアルということで逆襲が始まります。ちょっと平沢さんがですね、仕事でいなくなっちゃったんで、ラーメンの方は極上の塩ラーメンをお会のメンバーに作ってもらいます。招集から新人とありますんで、浅野くんは今日はいません。ちょっとキャプテン意気込みを収めようと思いまして、前回のアモーレハイボール祭り、はい、どうでした？とりあえずやれたなって感じで。やれたなじゃないよ、ね、カレーを食べすぎてみんなあのお酒飲まなくなったよ。前回はちょっとあれだもんね、うん、フルーティーな、そうだね、あのもうグルテンフリーのもうね、無添加のね、うん、チキンカレーで、そうそう、うん、美味しいっていう評判もあれば、ちょっと味濃いでいいんじゃないかと。うん、まあやっぱり女性にはすごくでも受け良かったんで。今日のカレーは何ですか？今日はですね、はい、ポークカレーです。ポークカレー、うん、これ辛さとかは？これはもうね、辛めの、もう辛口です。辛口？辛口から激辛ぐらいな。ちょっといいですか、食べても？ストライカーカレーで、うん、これ結構大盛りで食べるから、これ半分ぐらいいっちゃう。まあ半分ね、足りる？いや嘘、いや嘘だよ。ああ、もちろんね、嘘だ、これしかないのに。そんな食べたらもう店しまうわ。そうだよね、もうね、ダメでしょ。ちょっとでいいです、ちょっとでね、はい、うん、一口でいいです。全然もう、そうなんですよ。貴重なんです。あ、香ばしいですね、うん、あ、確かにもうすでにピリ辛な香りがします。うん、もう匂いから。いただきます。できたてほやほや。あ、なに、辛いね。辛いじゃない。後から来るよ。でも先に何だろう、フルーティーな香りが来たんだけど、うん、これ何？なんか入ってる？これはワインを。あ、ワイン入ってんの？あ、うん、ワインか。うん、なんか柔らかいマイルドなのを来るんだ。これ赤ワイン？これ赤。あ、なんか果物入れてんのかと思った。あ、もうあの無添加の赤ワインなんですよ。もう本当に酸化防水全く使ってない無添加の特製のワイン、うん、ビーフシチューみたいな感じだね。うん、でも後からこう辛さも来るよ、うん、あ、辛いですね。あ、でもうまいね。そうそうそう。おかわり？おかわりストライカーカレーです。カレーリニューアルしてストライカーカレー、はい、こう置きたい。まかない残しといてよ。あ、売れるといいな。お願いします。はい、はい、ということで今日のメニューですね、アモーレハイボール第2弾、長谷部誠のストライカーカレーハーフ900レギュラー1200度、吉田真由の鶏白湯がですね、平沢さんが仕事なのでいないので、代わりに極上の塩ラーメン5回のですねを特別に作ってもらいます。で、追加で極上のローストビーフ、はい、800円です。で、アモーレハイボール各種ノンアルコールも600円、先週の乾杯来るかな、500円です。まもなくキックオフです。前回に引き続きモロヘイヤ三上くん、ありがとうございます。あ、どうも、モロヘイヤ三上です。モロヘイヤ、モロヘイヤ、ありがとうございます。そ、モロヘイヤラーメンじゃないですけど、いや、モロヘイヤラーメンじゃなくていいんです。逆にローストビーフと極上の、今日は鶏のスープがすごいね、透き通って取れたみたいなんで、よかったらお食べください。ニューヨークの大会どっかで優勝したんだよね。そう、先週かな、平沢さんが優勝して、実績をすごい残して、じゃあなんか、すいません、じゃあごゆっくりどうぞ。はい、すいません、いただきます。塩ラーメン初めてか。確かにここで食べる塩ラーメン初めてよ。塩ラーメンが一番美味しい。うん、うまい、うまいと柚子効いてるね。そう、柚子効いてるから、すごい。ちょっとこれは投稿しよう。なんか俺も腹減ってきたわ。キャプテン、はい、営業終了しましたけど、お疲れ様でした。今日はどうでした、ピッチコンディションは？いやー、もうさすが我がストライカーが頑張ってくれたなって感じです。誰我がストライカーって？俺ディフェンダーだけど。あ、そうか。カレーの方ね。カレーのストライカー。なるほど、なるほど、うん、どうでした、カレーの方は。あの、残りいくつまでになりました？完売ですか？もう完売で、ほぼ完売ということで、うん、もうおかげさまで。手応えの方は？いやー、もうすごくね、良かったんじゃないかなと思いますね。はい、なかったです。ちょっと僕もね、営業で忙しくて食べれてなかったんですけど、うんうん、ちょっとここで、うん、まかないじゃないですけど、いただいてもいいですか？もちろん。あ、本当ですか？うん、どうぞどうぞ。じゃあチャーハンください。チャーハン？カレーじゃないのかよ、そこは。
おお。本当にあれだね、カレーが残り少なかったんだね。もうこれしかなかったとこでしょ。マジで。いやでもこれぐらいでも僕全然食べれますんでね。辛さで悲鳴上がってませんでした。悲鳴はないけど。悲鳴はない。悲鳴はないけど。じゃあちょっといただきます。でもやっぱ辛さに辛さとね、パンチに定評があってね、うん、まあ今ストライカーカレー目の前にありますけど、やったらカレーのこういう風に食べてほしいみたいな、こう香辛料はこう使ってほしいみたいな、そういうのはないんですか。あー、なんだろう。いろいろあるじゃん、ソースかける人とかさ。あー、野菜入れる人とかさ、いろいろあるけど、特にこだわりはなく、まあ、あのでも辛さちょっとなと思ったら意外と、なんかね、生クリームとかいけそうな気が、クリーミーね、うん、じゃあキャプテンカレーから改めストライカーカレーに変わったですね、このピリ辛の。変わったわけじゃないけど、変わったわけでしょ。今回は、今回はね、いただきたいと思います。第二のカレーを。はい、美味しそうなお米ですね。そう、近い。いただきます。ストライカーカレーいただきます。うん、さっき味見でも言ったけど、口に入った瞬間フルーティーなのが来るよね、一回ね。うん、そうそうそう、まあそれね、うん、隠し味の赤ワインですか。赤ワイン、うんうんうん、赤ワイン。あれ、なんかさっきよりマイルドになってる気のせい。あ、いや、辛いわ。辛いでしょ。時間経ってるからね、多少は。後から駆け上がってくる。まあ、やっぱり徐々にね、もう、うん、いや、美味しいですね。もう、あれは、そうだね、ほんと。ボワノボワノ。イエー。これ、ピリ辛じゃないね。ピリ辛ではないな、まあ、やっぱ辛口。がっつり辛いカレーですね。バリ辛、バリ辛とは言えないけどな。ただ、お客さんで、僕これぐらいの辛さめっちゃ好きですよっていう人いたからね。いや、もう、すごく、うん、もう、あれは、もう、本当嬉しかったですね。あと、具材もシンプルにしてあるのね。うん。玉ねぎと、そう、お肉と。玉ねぎと豚肉がもうメインで、玉ねぎはしっかりともう飴色なのが炒めて。このストライカーカレーはどこ行ったら食べれるんですか。私の、今のところ私のに直接ご連絡ください。はい、まあ、あの日本全国とは言いませんけど、東京都内ならしっかりとあのお持ちいたしますんで。那覇の方全然食べに来てください。那覇にもあの行きますんで、行かせますんで。あの、はい、何かあのご送信ください。で、SNS 使って連絡すれば、このキャプテンカレーおよびストライカーカレーが食べれると、うん、はい、キャプテンカレーもまだやってるでしょ。キャプテンカレーもちろん、ね、じゃあ最後に、はい、皆様に一言お願いします。はい、どうも今日は、ね、ストライカーカレーお召し上がりいただきましてありがとうございました。好評につき、ね、見事ね、ほぼ完売ということで、次に向けてまたね、新しいカレーをどんどんこれからも作ってまいります。まだね、実はありますんでね、そちらも乞うご期待ということで、ね、今回本当にありがとうございました。はい、ということで、ね、増田岡田さんの岡田さんと親友のキャプテン鈴木でした。よっとも、よっともぐらいにしといて。よっとも、よっとも、あ、知らないよっともって。よっともわかんない。よき友達。あ、よっともって知りません。わかんない。何だ、よっていう。いやいや、いや、それだいぶ親友じゃん、よって。違う違う違う、岡田さんによって言うの。違う違う違う、挨拶。もう上の立場じゃん。違う、でも挨拶程度だけっていう。でも挨拶よって言うんでしょ。違う違う違う、俺もう恐れ持ってできないの。違う違う、岡田さんに。違う違う、なんかそれよっともって言うらしくて。いやいや、きついきつい。違う違う違う、よって言うの。いや、言わないですよ、言わないです。キャプテン鈴木様でした。言わないっすわ、やめて。お金持ちの社長さん、スポンサー探してるみたいです。はい、ぜひとも